前坂ですあの先日先週ですね僕の自転車が盗まれてしまいましたねはいそれは非常に残念な出来事だったんですけどもどうですかねこれまあただのママチャリじゃないんですよ本当にクロスバイクってすごくねちゃんとちゃんとしたやつちゃんとしたやつなんですよなんでもう付属品とかもろもろしたらもう8万ぐらいするやつで,でまだ1年ぐらいしか使ってないんですけどね うん、まあまあちょっと雨ざらしにしてたから消耗激しいとかまあそういうのは別にもう置いといてねうん本当にもうねまあ鍵もかけてなく、まあ、鍵壊れてたからかけてなかったんだけどもう関係ないですよねうん鍵かけてない僕も悪いとか絶対言いたくないですよねうんそもそも盗むやつがいるから鍵をかけないといけないわけでしょうんなんならこの鍵をほとんどの鍵がかけられてる自転車に かけられてること自体を我々はずべきですよね、うん。犯罪者予備軍だと思われているんだと、そういう自負を僕は持つべきだと思いますね。うん、もう本当にそうです。このように悪があるから全てね、対策しないといけないんですよ。だからこっちが悪いとか、こっちにも責任があるとかね、そういうことは言いたくないんですよ、まあ。とにかくね、早く見つかってほしいんですよね。うん、早く見つかってほしい。なので今回はそういう気持ちを込めて。 ちょっと歌をねちょっとはい歌いたいと思います歌ねまあ、曲は作れないので替え歌でねはい、えー、夏川りみさんの「なだ曹操の替え歌で「チャリ探そう」ですはいそれでは聴いていただきましょうどうぞドゥンドゥルルンドゥンドゥルルン まんするチ茶に盗まれてクソ野郎ってつぶやいたいつもいつも使ってたのに移動手段が遠だけに 普通ママチャリーとか取るだろう。なんであんな目立つやつを警察届けで出したけど返された言葉は 見つかる可能性はこぶこぶ動画を見てくださってありがとうございますチャンネル登録をねお願いしたいわけなんですよ YouTuber の定義何かなって考えたら動画の再生数よりやっぱチャンネル登録が多いぐらいじゃないですかあと高評価とねコメントもお願いしますありがとうございました